コランタントリッソは、フランスタラール出身のサッカー選手。フランス代表、バイエル・ミュンヘン所属。ポジションはミッドフィールダー。2014年、下部組織から、リオンのトップチームに昇格。2014から15シーズンから、中盤の主軸として活躍し、UEFA チャンピオンズリーグ出場権の獲得や2016から17シーズンのヨーロッパリーグベスト4進出に貢献した。 その活躍から、ユベントス FC や、チェルシー FC などヨーロッパの競合が獲得に、動いたが、2017年6月15日、バイエルンミューン編は、トリスソの獲得を発表した。契約期間は2022年6月30日まで。遺跡金は、リオンによると4150万ユーロに、ボーナス600ユーロを加えた現状での、バイエルン史上最高額の遺跡金となる。 2018から19シーズンは、第3節のバイエルレバー空前戦で、全十字人体断裂、および半月板を損傷。4月に復帰かと思われていたが、結局そのシーズンは、初めの2試合を除いて全休した。本人は後にその日々を監獄での生活に例えていた。フランス代表でのトリスソ 2018FIFA ワールドカップに出場し、準々決勝のウルグアイ戦では、 アントワーヌ・グリーズマンのゴールをアシスト。決勝では73分から交代で出場した。東後人の父親を持つが、サッカーフランス代表を選択した。バイエルン、トリスオ5年契約で獲得 b u n d e s l i g a c o m スラッシュ jp2017 年6月15日。バイエルン、クラブレコードで、リオン MF を獲得。今回4人目の補強で、ビッグサマーへ。 ゴールドットコム。2017年7月1日閲覧。トリッソ、まるでプリズンに入れられた気分だった。キッカー2019年3月26日。ありがとうございます。